食べる？こんにちは、はじめしゃちょーです。すごい意味不明なことを言います。僕、滑ってみたいんですよ。いや、そのね、氷の上とかでもなくて、結露した床とかでもなくて、僕は普段のこの日常生活における普通の床で俺は滑ってみたい。わかる人いるかな？小学校の時の掃除の時間、廊下を雑巾拭きした後で廊下濡れるじゃないですか。あの濡れてる廊下っていうのは皆さん想像つくと思うんですけど、めちゃくちゃ滑るんですよ。わかる？こう内履きでさ、キュッていくだけでスーって滑っていく、あの感覚をちょっと取り戻したいと思ってます。そこで僕はある商品に目をつけました。こちら、滑るブルー。いかにも怪しいですよね、滑るブルー。なんかシリコーンスプレーというものなんですけども、普通に探してたらあって、これなんだろうと思ってよく見たら滑るスプレーなんですよ。これを使えば物が滑るようになる。今回も簡単明快です。この滑るスプレーを使って僕ん家の床を滑るようにして、わかる？本当多分わかる人にはわかると思うんですけど、スーっていく感じね。雑巾拭きで廊下を拭いた後のちょっと水がたくさんはかなっている床を、この走ってピタッと止まった瞬間にスーッと滑る、動摩擦係数がない感じよ。たまんないっすよ、本当に。小学校の掃除当番だった時、絶対廊下掃除が好きだったんで、僕はもう廊下掃除しかしたくなかったというわけで、今日は滑るスプレーを使って滑る床を作りたいと思います。石油系溶剤が入ってる。やばい。吸入引用負荷、人体に害がありますので絶対吸わないでください。通気の良いところで使用してください。バナナも移動しなきゃ。バナナも毒になっちゃうから、ちょっと実際に軽く使ってみましょう。あ、前髪切りました。とりあえずどれぐらい滑るかっていうのを知りたいんですよね。普通の机にまず使ってみます。いきます。うわ、これで果たしてどれぐらい滑るようになるかっすね。もういいのかな。おう、臭っ。うわ、ちょっと触ってみます。おお、滑る。すごい滑るよ。こっちは何もまだスプレーつけてないんじゃないですか。倒れます。こっちだとすごい。ひとまずこの机中を全部滑るようにしてみましょう。完全に滑る机です。え、マジ滑るよ。滑るスプレーは本物みたいですね。素晴らしい。じゃあちょっと実際に床でやってみましょう。靴履くだけでもスーッと滑れるようになるんで、ちょっと実際に作っていきましょう。はい、ちょっと吸い込んじゃダメなのでマスクしながら、とりあえず滑るスプレーを床に塗っていきます。では行こう。待って、すごい。え、ちょっと待って、すごい。オッケー。ちょっと匂いがひどすぎるんで乾くのを待ちましょう。はい、というわけでようやく床の準備が整いました。これできっと俺は小学校の頃のスベスベの廊下に戻れる。というわけで今回準備しますのはこちら、見るからに滑りそうな靴を準備しました。俺んちの床でもね、スーッと滑れることをちょっと証明しようと思います。では小学校の廊下の水拭きした後のように、もう最速スピードで大実験とかまでいきます。いきます。 3,2,1 ドロップ。大輔の骨は俺の心臓を貫通していた。大輔、ありがとう。